まず優位性を磨きなさいよって言ってるんですよ。はい、えー、こんにちは、岡田です。えー、今日の個別コンサルですね。アラフォーの方で初回ですね。えー、ダッパ君です。こんばんは。こんばんは。よろ,よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、ダッパ君は初回ということで、はい。まあちょっといろいろとお話を聞きたいんですけども、はい。えー、今、アラフォーで、 はい、えー。ご結婚はされてないんですかあ、してないです、はい。はいはいはい。独身ということですね。独身。はい。お仕事はちゃんとされてるんですか公務員やってます。あ、公務員やられてるんですね。はい。最近やった悪いことは何ですか最近やった悪いこと。はい。うーん。 まあ、ウーバーイーツで二人分食べたとか、それぐらいですか、ね、ああ、悪いですね。それは悪いですね。<laughs> ちょっと、まあ、そんな感じです。この食料危機の中、おお悪いことしてますね。止められなくて、自分を。まあ、止められなくてですね。大はい、罪は償ってください、ちゃんと。<あ>はい。で、えー、今あ、今、特定の彼女はいらっしゃらないいないです。はい、はい、はい。で、今、アプリで、 ちょこちょことやってるんだけども、やってたんだけども、うん、えとだん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 年齢を重ねるごとに、はい、まあ出会いの幅がなくなっていく。そうなんです、まあ。まあ単純にマッチングしてくれないとか、そんな感じですよね、多分ね。そうですね、好みの年齢層とマッチングしないっていうか。まあそうですよね。<laughs> はい、あ。だ向こう40歳のおっさん相手してる暇ないですからね、わざわざね。そうなんですよ。はいはいはい、で えー、今はあもっと悪いことやってるじゃないですか40歳を過ぎて若い子の恋愛対象には見られず、えー、パパ活で金を払う日々です,うですあそうですねごめんなさい日常的すぎて悪いことっ思ってもいや,いや別にまあこれじゃなくていいんですけどちょっと脱白真面目ですね <laughs> 真面目ですねはい、はい、真面目ですねちょっとね、はい、<laughs> でえっ、ー、とそのお 今じゃ、どれぐらいやられてるんですか。あ、パパツ自体ですか。もう3。三四年はやってますね。結構やってますね。結構長いですあ。重鎮じゃないですかもう。いや。そう、中堅どころです。中堅どころですか <laughs>。もう今までどれぐらい使ったんですか。やっぱりこう、百万以上は使ってると思いますあ。で、若い女の子と遊んでもらって。 そうなんです。はいはいはい。で、あのー、そんな感じを変えたいってことですね。本当はこんなことせずにモテたい。うん、単純に男としてはモテたいってことですね。そうです。はい。花、はい、を使わずに。そうですね。惨めですからね。悲しいです。はい。で、えっ、ー、と一番聞きたいことということで、えー、自分が好みの若い子と付き合うには優位性を磨きえー、勝負するしかないのだと思います。 えー、しかも若い頃の中でも好みなら年齢は気にしないという子しか恋愛関係にならないのではないかと思います。えー、そのようなかわいそうな出会いの場が自分では分からず困っているので教えていただきたいですということなんですけど、あのーはい、これ僕がよくお話しすることの一つではあるんですけど、はい、この若い頃の中でも好みなら年齢は気にしないという子しか恋愛関係にならないのではないかと思いますっていうところが、 まだ脱パ君のレベルの常識なのねあなるほどうん、うん、あの例えば僕なんか今40年、もう6になろうとしてますけど、はいあのー、相手の女の子をみんな、いや、こんなおっさんとこうなるとは思わなかったっていうんですよ、失礼な話ですけど。<ー>でだから、要はその子たちからすると、まあ、ほとんどの場合が年の差の最高。 広くみたいな感じで言うんですよね。だからその結局ですね、その、はい、年齢を年取ったから、そのまあ、ちゃんと男と女として若い子と付き合えるかどうかっていうのは、付き合いたりやり合えるかどうかっていうのは、はい、人によるんですよ。うん、確かに。うんうん 年齢がいてモテてる人いますよ、ね、だからその女の子にとってもおっさん嫌いだと思っててもこの人は別っていうこの人はおっさんじゃないっていう感覚なんです。<ー>でそこがあるからまず優位性を磨きなさいよって言ってるんですよ。優位性って結局清潔感なんですよ。はい、で、はい、女の子から見てまあ、ね、要はこいつとやれるかどうかなんですよ単純に。 たっパクはまだお金もらわないと嫌なんですよ。たぶんそうだと思います、まあ。仕事だったらまあいいかなっていう、あの、その、なんていうでしょうね、それすらも嫌だっていう子もいるでしょうし、その、そ<う>まあって思いながら、まあっていう感じなんですよね。だからまあまあ仕事みたいなもんですよ。あの、言うならば、あの、あれですよ、あの、アルバイトで、あのー、 なんですかあのトイレ掃除するかどうかみたいなもんですよ。あ<ー>ああうんこの掃除するかどうかですよ。うんああだから,そう,うだからそうじゃなくてあの、やっぱ女の子ってでもその自分磨きとかきれいになることってすごくアンテナ張ってるんで、はい、あ40歳なのにっていうのはすごい聞くんですね。うんえん私の周りの40歳と全然違う。 こんんなな綺麗な40歳いるんだっていうそのルックスがいい悪いとかじゃなくて清潔感であるとか感度であるとかあとやっぱり何より客観視ですよね。ちゃんと自分のいいじゃなくて相手から見てちょうどいいっていうのを抑えてる分かってる人っていうそういう印象付けをしていくっていうことがまず第一であのもう本当天国と地獄ぐらい違って。 そこがないとですね、彼女たち、本当に何やっても男としては見ないんですよ。はい。無理なもは無理なんで。で、女の子によっては、この金もらえれば、まあ、我慢してやんよっていう感じ。で、本当にハイレベルになると、女ことする必要もないから、もう最初から論外って感じになるっていうだけで。で、そこが逆にクリアできると、その、要は、 そういうところに行ってるお,っさんおじさんっていないんですよあんまあ<ー>、うん、だから本当に0.1%とか1%とかそういう世界になってくるんで、はい、希少価値が出てきてまあ本当に需要と供給と同じですよねうんでそうすると今度はおじさん特有のこうまああんまりなんて言うんでしょうねこう穏やかでイライラしないとか話聞いてくる若いやつと違ってまあ何、うん、て言うんでしょうねこう 包み込んでくるっっっててていいいううかか張り合な、まあ、女性の扱い方をよく知ってるっていうところのメリットが生きてきて、はい、でそしたらいいかなっていう判断になってくるんで、はいうん、まずは今そのガッパ君は何て言うんでしょうねその結局や,やるべきことを抑えていって初めて見えてくることってあるんですよ。はいうん ある程度の位置に行ったらあ人生人間関係ってこういうことかって見えてくることがあるんですよね。<ー>で,、うん、でそれでこういかに自分が今まで損してたかとか、はい、もっと若いうちにこうしたゃよかったなっていう後悔が生まれてくるんですよね。はい、でそれが芽生えてくると、あのー、今その年代なりにこうあちゃんとやれるなっていうのが分かってくるので。はい うん、あのもちろんこの、そういう優位性とか見た目の部分とか印象付けっていうのは動くにはやっぱり若いうちに動けば動くほどいいですけど、はいうん、でも、年取ってからでもこう本当に人生が変わるぐらい、えー、相手の評価とか接し方が変わってくるから、はい、正直、整えるとねあんまり出会いの場ってどこにでもあるんだなって気づきますよ。はい、はい あの自分が制限してるだけで、はい、ちゃんと自分が準備っていうか女性から見て相当の相応のことやってれば、はい、どこにだって例えば変な話こう自分が畑屋とかをするために見に行った美容,美容グッズ売り場のとことか、はいまあ、店員さんとかもそうだし。 はい、あるいは身の回りの女性でこう仕事を通じて絡んだ女の子とかもそうだしでそれこそ,そのナンパでまあ結果的にナンパって呼ぶだけですけどたま,にたまたまそこに好みの子がいたからちょっと声かけてみたとかもそうですし逆に言うとそのデータで切り落としされるアプリが一番年齢40代過ぎて若い女性3 5五6歳過ぎて。はい 若い女性と会おうって考えた時に、はい、それこそパパ活とかお金使わない限り一番難しいですよ。ああそう。だってもともと数字で切り落とししちゃいますからあそうですね、はいはい、40ない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 まさかその例えばダッパ君が優位性しやがったとして、はい、要は1%もいないわけですからそういう40代が。はい実際まさかこんな人がそこにいるとは思わないから。 うん、最初からデータで切っちゃいますよね、この検索で切っちゃうんだけどあ。自分もそうですしね、確かに。うん、そ,うそうそうそう、最初から30歳以上なんか切っちゃうでしょって。切っちゃいますね。うん、だから向こうもそうだから。だから、まあ、それこそ,その40代過ぎて、もう、世間が、要は一般的なナンパって呼ばれてるナンパじゃなくて、はいうん、本当に普通に、例えば銀座とかでもそうだし、職場の近くとかでもそうだけど、 単純に自分の生活の中に打って好みのかわいいおしゃれな子がいたら声かける、はい、でそれで普通に談笑するでそれを世間はナンパというっていうだけの話なんであ<ー>まあそういうふうにやった方が早いですよこのナンパできる人からするとアプリって、まあ、僕もニーズがあるからちゃんと教材とかは整えてますけど、はい、やる意味がわかんないぐらいまどろっこしいんで。 だからだってね例えば約束して待ち合わせ場所に行く途中におーって思う女の子とすれ違うわけじゃないですかあそれはありますねだったらそれに声かけた方が早いわけじゃないですか、はい、まあまあ確かにだからまあそういうことなんでもう本当に年齢がいってるいけばいくほどまず自分美学期は絶対しなきゃだめです分かりましたうん 本当にびっくりするぐらいできてなかったってまず実感するんですよね。これはもうどんな人でも。<ー>うん、だから、まずはそこをやっていってほしいですね。そうすると周りの接し方が変わってくるのが自分で分かるから、はい、そうするとあとは早いですね。あわ分かりました。なるほど、うんうん ちょっとと的なものにらわれてましたそしてどうしてもねどうしてもまだ自分のこう要は人って潜在的にやらない理由を探してるんですよね。はい、ああそう、ね、<laughs> だから僕の仕事ってやらない理由を探してる人を一つ一つ解いていくっていうも部分も大きいのでは、うん、まずはちょっとやってみて階段を。 さ三つ四つ高いところ登ったらまた考え方とか見え方が変わってくるから、はい、うん、まずはそこをまあとりあえずは冬までにはちゃんと作り込んで、はい、体験してほしいなと思いますね。あ、わかりました。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。もうダッパ君の名前の由来はわかりました？これもはい、まだピンとこない。 えと脱パパ活ということで。なるほど。覚えやすい、はいはいはい、覚えやすいと思います。はい、はい。じゃあ、これからもパパ活頑張ってください。はい <laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> まあ、してみはい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。失礼いたします。はい、失礼します。ご視聴。 ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。